こんにちは、すんちゃんです。久しぶりです。まあ今日の床とうちのパックホーム3の前の海にいて、あのソープを乗りました。あのパドルボード当てるかな。パドルボード、違うの、サップボード。サップボードで言ってる、なんかまあ去年だったかな、チェジュで住んでるすごい有名なあのイヒョリっていう、あのすごい俳優さんが、女優さんな冬のを乗ってすごい流行ったんですね。でいつかうちらもこれを買いたくて、どうしようと思った時で、でもまあいいチャンスがあってこのソップを2つ買ったんですね、うん、だから今回あのゆかと私今こういう感じでソップをしに行ったんです。まあこのソップを乗ってなんか海にいたらすごい、うん、なんていうか気持ちいいやんな、うん、ね、気持ちくてこうやってゆかは青みたいの顔してすごい、まあ何も考えてないんですね。この子は本当に。でこの上にヨガとかやったり、うん、うん、なんか釣りとかやったり、うん、寝たり、いろんな海で行けるんですね。だからすごいすごい本当に田舎の海でなんかこういう余裕の時間を試す感じですね。試す、なんかもしあのパコホーム3に来たお客さんにはまあこういうなんかサップをやるチャンスがあるんですから、ぜひあの遊びに来てください。はい、はい、まあこういう感じで、まあ立ってもやってもいいし、座ってもやってもいいし、まあどうやってもいいんです。一応一人ではちょっとあのすごいなんていうか不安じゃなくてすごい寂しくなるんですから、二人で乗ってください。確かに一人は始めた時はいいんだけどね、うん、でもなんかちょっと時間だったら重なくなる可能性もあるんですから、絶対二人で話したりとかね、うん、写真撮ったりそうやった方がいいかなと思いますよ。はい、うん、あとうちの海の前が結構パドってなんていうのよか、波、波があんまりなくて、そうだね、すごいこういうパドルボードを乗るのがすごいサップを乗るのがすごいいいと思います、うん、波がないからね、波あったらすごい私のあの危ない危ない、私の見ないでくださいね。なんでこういうのやってんの。危ない、おそう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 、危ない危ない、結構やらしいやん俺。本当だ。こういう感じで私あの座ってもやってもいいし、まあまあまあ、こういう感じでいいなんか運動もできるし、そうだね、夏でこういう運動は本当に最高と思います、うん、意外と簡単だしね。そうそう簡単だし、どこ行く。まあまあこういう感じで夏のスポーツでいいと思います。はい、はい、ちょっと動画長いんですね。もうそろそろ終わるはずなのにね、全然終わんないね。そう、すんちゃん頑張れ、すんちゃん、せーの、せーの、そうそう、座るの大事、そうやって、せ、そうそう、しゃがむの、そう、ちょっとしゃがんでやったらもうちょっといいの。うん、私結構そうだね。まあ、ゆかはこうやってヨガやったりストレッチにしたり。まあ、こういう感じのチェジュ夫婦でした。ありがとうございます。私はスンちゃんでした。パコホームのパロウとユカのいろんなおパロウお願いします。また次会いましょう。パコブブダコ見てください。はーい。